増田俊雄の坂手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。アメリカ政府で政権移行の手続きを担当する部門は民主党のバイデン前副大統領に対し、政権移行に必要な資金の提供や引き継ぎ業務の実施を認めると通知しました。トランプ大統領は選挙については引き続き争う姿勢を示した上で、国にとって最善となるようすべきことをするよう進めているとしています。政権交代が徐々に行われているようなんですが、今後どうなっていくのでしょうか。先生、教えてください。そうですね、今までトランプ大統領は、まあ、固くなと言いましょうか、なんとしてですね、政権交代の手続きを進めるということに、まあ、抵抗というか反対してきたわけですね。というのは、まあ、今回の選挙の結果を自分は認めないと、つまり自分の票がバイデン首相に不正に切り替えられたんだという、まあ、その不正を主張してですね、裁判に持ち込むという、こういう姿勢ですから、この敗北を認めないと、まあ、したがってですね、政権交代もないという、まあ、立場だったわけですね。まあ、しかしアメリカには政権交代、選挙の後政権交代の手続きをしなければならないという政権交代手続き法という法律がありまして、まあ、この法律はちょっとその選挙の終わった後の結果ということについては、まあ、曖昧なんですが、まあ、しかしながら選挙が終わった後ですね、やはり次の、まあ、トランプであれ、バイデンであれですね、次の政権の準備をしなきゃならないということは、これは民主党であれ共和党であれ一つのコンセンサスですから、まあ、そういう意味からもですね、トランプ大統領としては政権交代の手続きを認めざるを得なかったという結果だと思いますね。しかしながら今なおトランプ大統領は選挙の結果は認めていないわけです。したがって敗北したということをですね、正式には発表をしてないという状況なんですね。で、まあ、トランプ大統領が言う激戦区というのがありまして、4つぐらいあるんですが、そこで票の数え直しをするようにということを要求してですね、まあ、それに応じた州もあれば応じない州もあるわけなんですが、まあ、インディアナ州とか、その応じたところはですね、結果が出たわけなんですが、やはりバイデンに勝利ということなんですね。まあ、しかしながら、まあ、面白いというか不思議と言いましょうか、数え直した結果はですね、かなりトランプ票が伸びているわけなんですね。ということになるとですね、トランプ大統領の言うことにも一理ありと、つまり自分の票はバイデン、票に切り替えられた、すり替えられたんだと、騙されたというような表現をしているんですが、まあ、それがそのどういうことで、そういう結果になったかは分かりませんが、まあ、結果としてはですね、トランプ票が増えたわけですから、それがどういう理由であれですね、トランプ大統領の主張したということがですね、ある程度結果には結びつかなかったものの、ある程度証明されたということになるとですね、まだまだ全国の各州を調べればですね、そういうことがどんどん出てくるだろうというふうに、まあ、国民は思いますよね。まあ、そういう意味ではですね、今回の選挙にはかなり不正があったということだけはですね、裁判の結果不正であるという認定がなされようとなされなかろうとですね、その事実だけは、つまり不正があったということだけはですね、国民はこれは認めたということになると思いますね。これが私はトランプ大統領の狙いであったと読んでいます。
再評価、つまり票を数え直して、自分がですね逆転して勝つということよりも不正があったということをですね世に示すということが最大の目的であったかと思いますね。さてそれと今回 その選挙結果を認めないということなんですが、まあ、トランプ大統領にしてみるとですねこれから票の数え直しをいくらやっても勝てないということは分かってたんですね。だったら認めたらいいじゃないかと、敗北を認めたらいいじゃないかと、認めないというのはですね、私は G 直言という私の情報誌に今回の選挙はですね選挙が終わった後民主党と共和党との間でですね、いわゆる話し合いというか妥協がないということなんですね。前の有名な不正事件があったその選挙はゴア民主党候補とそれからブッシュ共和党候補との間で戦われた2000年の選挙戦があるんですが、もうこれはもう間違いなくゴアさんの方がですね、ゴア候補の方が票多くの票を取ってブッシュが少なかったんです。まあ投票箱のすり替えとかそれから選挙資格のある人をない選挙資格がないというふうに切り替える不正をやってですね、まあブッシュが勝ったわけですが、その後すぐ民主党と共和党との間で話し合いができまして、まあ、時短が成り立ったんですね。ですから、まあ、その犯罪を暴いてどうのこうのということは起きなかったんですね。今回は民主党と共和党との間の談合が全くないんですね。したがってですね、まあ、どちらかが勝つと、まあ、今回はバイデン候補が勝つことは決まってるんですが、そうするとですねトランプ大統領がただの人になりますと、それでなくてもですねもう何十というですね訴訟を受けているわけですが、大統領権限でこの訴訟が進まないということになっているんですが、ただの人になりますと直ちに逮捕されてですね有罪になる可能性も高い。逆にトランプが勝った場合はですねバイデン氏の不正はもう数限りなくありまして、それでまた逮捕されてですねということになる。だからそういうことをなくすための妥協というのが必要なんですが、このところ一切妥協がないんですね。したがって、今後ですねこのままでいくとトランプ大統領は暗いところに行くことになるんですが、それを避けるための何らかのですね、ことを考えている、あるいはそれを実行しようという気があるなと、こういうことをですね、まあ、今現在トランプはいろいろ言ったり行動したりしている中で私はなんとなく感じるんですが、なんかただものではない、お互いにただものじゃない同士ですから、なんかが起きるんではないかなみたいなですね、ことを実は感じている次第であります。増田先生ありがとうございます。はい。